有田先は NHK 名古屋放送局の契約キャスター。NHK 岐阜放送局在時にリポーターを担当した NHK 岐阜スペシャルやナナと移行。岐阜の工場見学での共演をきっかけに岐阜市柳瀬商店街の非公式キャラクターやナナとその運営団体人人の会が展開していた当時の地元町づくり活動に携わる。ボランティアスタッフとして 数多くのご当地、キャラクターイベントに参加。ステージイベントの司会進行のほか、前節、場内アナウンス、警備、キャラクターのアテンド、会場設営作業等の裏方仕事全般をマルチに担当した。リタスさんの愛称でファンから親しまれ、2013年3月31日のヤナナ引退、さらにや、ナナ,ナ引退後の人々の会にも参画する。参加した。 主なイベントは、下記の通り。各 NHK 放送局在籍時の勤務地での、個人活動2013年6月10日付の NHK ギフアナキャスブログ、有田キャスターのつぶやきにて、バースデーケーキのろうそくの本数を介して、間接的に年齢を公表している。以下、ブログ文の引用イコール、ろうそくは全部で8本。そのうちの1本だけ大きめのろうそくがあって、 それは一本で20歳分なんだとさ。誕生日は2012年5月19日付、ゆりゆるスローライフの記述より会見に出席した NHK の小賛系アナウンサーと、有田先キャスターマンタンウェブ、2018年3月16日、2021年4月16日放送の NHK 名古屋放送局、マルト、の愛知県域放送の時間帯で、三河方言の言葉の一つである。 フンゴムをテーマにしたとき、地元が愛知県西尾市の夫についての言及があった。ホットイブニング終了で、夕方の顔一新小三系アナ有田先キャスターで新番組、毎日新聞デジタル、毎日新聞社。 h t t p s m a i n i c h i j p a r t i c l e s 2 0 1 8 0 3 1 6 d y o 0 0 m 2 0 0 0 2 7 0 0 0 c 2 0 0 8年3月16日閲覧。ありがとうございます。